そのもうこれ100均に売ってるんじゃないみたいな。皆さんこんにちは、あいりです。今日ですね、始まりましたね、無印良品週間が、ね、今回は11月15日から25日まで10日間、無印良品週間なんですけれども、ちょっと前に無印良品週間でたくさん購入したので、もうさすがに買うもんないだろうって思ったんですけど、あった、そうだこれ欲しかったっていうのがあって、今日ね行ってきました。そんなにたくさんではないんですけれども、購入してきたものを今日は紹介しようと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。今回はどうだろうな、食べ物半分くらいある気がするな。まずは一番欲しかったものです。こちらです。デスクトップミニカレンダーです。これは去年購入したんですよ。あのいつも編集する部屋のパソコンの下に置いてたんですけど、これがすごく気に入っちゃって、私時々ただただ曜日が知りたいなって思う時があって、でもね、大きいカレンダーを置くほどのスペースもなくて、なんか小さくて可愛らしいカレンダーがあるといいなって思っていて、去年のこの時期にこれを購入したんですよね。そう、それであの1年間すごく良かったので、今回もまた買ってきちゃった。ちょっとこれミニカレンダー立ててみましょう。こんな感じで立ちます。そう、一人で立ってくれる。で、ちなみにこれ黒バージョンもあるんですよ。黒に白い文字のものもあって、今年黒にしてみようかなと思ったんですけど、今回も白にしちゃった。次もね、ちょっとこういうのが欲しかったっていうものを見つけたんです。アロマストーンです。カラーがグレーです。こんな感じでお皿もついてます。お皿とストーンがついていて、ちょっとこれ大きいと思いません？私はこれよりも小さめのものをよく見るんですけど、ちょっと大きめ、ちょっと重たい。それでこのお皿の上にこう乗せて使うみたいな。かわいい。そう、これちょっとここにね、へこみもあって、ここにアロマオイルとかを垂らして、アロマの香りを感じるっていうね。そう、そんな、アイテムなんですけど、そう、これ白もありました。私なんかグレーがかわいいなと思って、グレーにしたんですけど、白もあります。これは寝室で使おうか、編集のところに置いて使ってもいいなぁなんて思っていて、多分最初は編集の、あ、すごい白くなっちゃってる。手が。あ、これお気をつけください。手が白くなる、これ。気になる。白いのつくから皆さんお気をつけください。これちょっと気になりますね。なんだろう、拭けばいいのかな？どうしたらいいかな、これ。次は、泡立てネットです。これはですね、いろいろ、私お伝えすることがあります。セリアの購入品で、石鹸置きを購入してるんですね。どうしてそれを買ってきたかというと、試供品でいただく固形洗顔石鹸をお風呂の中で使いたい。でもこれ一回使ったらこの石鹸どうするのっていうところに行き着いて、石鹸置きをね、購入してるんですけど、その時にコメントでいろいろ教えていただいてありがとうございます。そう、その中のご意見で、洗顔用の泡立てネットの上をちょっと切って、その中に洗顔石鹸を入れて使うと泡立てもできるし、こう、吊り下げておくこともできるのでっていうアドバイスもあったりとか、あと、無印良品に売ってる石鹸置きのスポンジがあるんですよ。あったんです。私がいた時も今日あって、2枚重ねて100円ぐらいだったかな。スポンジの石鹸置きもいいなと思って、どっちにしようかすごく悩んだ私は。無印良品のお店で見てた。ずっとこう見ててどっちにしようと思ってたんですけど、泡立てる手間が確かにこれの方がないかなと思って、これだったらもうそのままこうやって使うことができるから、使い勝手がいいんじゃないかなと思って、今回これを買ってきました。あ、結構これ、あ、これ大きいわ。これ大きいタイプだった。結構しっかり。バレリーナみたいな。この中に固形洗顔石鹸入れて使えそうな気がします。私がいただいた試供品はもうすごいちっちゃいんですけどね、この辺にちょこんと入れる感じになりそうですけど、ぜひ私と同じように使うの悩んでる方は参考にしていただけたら嬉しいです。次はフローリングモップ用の替えシートです。掃除が面倒な時にクイックルワイパーのこの床拭きをするんですよ。もう掃除機今日めんどくさいなっていう時ね、無印のフローリングモップみたいのを使っていて、
乾いてるタイプですね、ドライのタイプも使うんですけど、時々ウェットも使うんですよ。でちょうどそのウェットシートがなくなりそうだったので、無印良品で見てたら、こんなシンプルなウェットシートあるんだと思って、そうなので今回買ってきました。次はロンティを4枚買ってきました。ダークグレーとライトグレーって感じかな。こんな感じの、もうものすごいシンプルなクルーネック長袖 T シャツですね。M サイズなんですけど、これ990円なんですよ。これ1枚が。でも今日は2枚購入すると20%オフだったかな。そうで安くなってたので4つも買ってきちゃったんですけど、私秋口から冬になるとロンティーを部屋着にしてて、いつもはユニクロのロンティーを着てたんですけど、無印良品の方がもしかしたらお値段がちょっと今回お値打ちかもと思って、無印良品のロンティーを着たことがなかったから一回着てみたいなっていうのもあって、これは本当に部屋着、これでねちょっと動画に出ることも多々あると思うんですけども、ロンティーはいつも着ています。本当はねなんか可愛いジェラートピケとかのね部屋着とか着てたら可愛いなと思うんですけども、私はこれにしたスウェット。次は小分けボトルスプレータイプ 100ml です。実はこれこういうタイプを100均で購入してるんですよ。前にいろいろなんか私スプレーを作りたくて、こういうスプレータイプのものを買ったりするんですけど、やっぱりなんかこの押す部分、このここですね、プッシュの部分がなんとなくちょっと違和感があって、で無印良品で行ってこのスプレー見てたら、滑らかで、これやっぱり違うなと思いました。そう、100均でもお手軽だし全然使えなくはないんですけど、こう何回もこうシュッシュッってやってると結構この力がいるとか、こう引っかかるなとかいうのがあって、ちょっといいものを買うことでこうちょっとしたストレスフリーな、そう、それもねやっぱり大事なのかなって思った今日この頃ですね。はい、ということで次からが食品です。まずはこちら、辛くないグリーンカレーです。これ美味しかった、前回購入したら辛くなかった。本当に辛くないグリーンカレー、まあそのままのタイトルなんですけど、これ美味しかったです。キムチとかは好きなんですけど、こうカレーの辛いのあんまり得意じゃなくて、でもねこれはね辛くなかったのだけど、グリーンカレーなの。そうだからね美味しくて、またリピートで買ってきました。次は国産大豆の黒豆茶。これは去年の冬もお気に入りで紹介しています。そう、またねこれが飲みたい季節がやってきました。ちょっとねこう寒くなってきた時に一杯ねお茶を入れて飲む時に、これねなんかちょっとホッとするんです。黒豆茶の香ばしさがなんか私をねこう癒してくれるので、またね今回買ってきました。あ、これ日付違う、あ、賞味期限、まあ、ちょっとこれは置いといて、2つ買ってきた理由は2個買うと 15% オフだったんです。そう、ちょっと 10% のね無印良品週間とは関係ないんですけど、2つ買うと 15% オフだったので、この2つ買ってきました。次はごぼう。視聴者様から前の無印良品週間だったかな、その前だったかな、ごぼうおすすめですよって聞いて、ごぼうチップスでしたっけ、そのごぼうのお菓子が美味しいですよって聞いていて、そうだ、前回の無印良品週間の時にはそのごぼうと出会えなくて、なので今日もねチェックしてたんですよ。そしたらこちらがあったんですけど、合ってる？合ってるかな。なんか私のイメージしてたごぼうの感じと違ってて、私はもう本当に野菜をそのまま素揚げしているイメージだったんですけど、これ本当にチップスな感じですもんね。そう、でもごぼうって言っちゃってるから、そう、もうそのままのタイトル入れちゃってるから、これなのかなと思って。私ごぼう系が好きなので、やっぱごぼう美味しいですよね。そう、ごぼういい香りするし、やっぱ香りがいい、ごぼうは。そうなので、ごぼうのものは買いたくなっちゃうんですけど、ちょっとこれ開けて食べたいところなんですけど、すいません今日ちょっとお時間が遅くて、また美味しかったら別の機会にお伝えしたいなと思います。次は紅茶バームです。バームシリーズは昔から大好きで、でだいたいバナナか紅茶なんですよ、私買うときいつも。で前回はバナナを購入したので、今回紅茶を買ってきました。前回の無印良品週間の動画のコメントにも、紅茶バーム好きですっておっしゃってる方いらっしゃって、ねえ私も好きです。そう、美味しいですよね。次は柿の種チョコ。これはもうただただ私好きなんです、柿の種に
チョコレートがコーティングされたものが、いつもはね本当食べたいんだけど我慢してるんですけど、今日はね無印良品週間だからもう買ってきてしまいましたね。夏になるとちょっとチョコレート熱っていうのがこう落ち着くんですけど、この秋ぐらいから冬はねもうバーンとねチョコブームじゃなくてチョコ欲がグイーンってなるので、ちょっと今回これ買ってきました。そう、美味しいですよねこの時期のチョコレートも。はい、ということでチョコつながりということで、こちらチョコがけカットバームです。これはコクーンもね好きで、ちょっと小腹が空いた時にお得意の小腹が空いた時に紅茶を入れて飲みながら食べるのが好きで、本当はねもう糖分はね良くないんですけども、欲求を満たすことをですね、自分がこう嬉しい幸せって感じることも体にいいことだと私は思ってるので、そういただきます。はい、ということで以上私がセレクトした商品なんですけれども、ここからはコクンズセレクトです。そう、今日あるかなないかななんて思ってくださったかもしれないんですけど、ありますよコクンズセレクト。なんかご本人楽しんじゃって、なんか今日のコクンズセレクトはなんて言いながら自分で選んじゃってるので、今日もね紹介していこうと思います。はい、コクンズセレクト一つ目こちらです。ブック型ポーチ、これはちょっと開けましょうね。こういうシンプルなポーチです。ここにポケットがあって、ここにも何かこう挟めるような感じですかね。でこっち側にメッシュのポケットがあります。閉じるとここがこう持てるような本当にシンプルなポーチなんですけど、コクンは旅行用に使いたいみたいです。今までこう旅行行くよってなった時に、だいたいなんかあのコンビニの袋とかなんかビニール袋の中に電動ひげ剃りを入れて、あとそれぐらいかな、電動ヒゲ剃りぐらいしかなんか持ってくイメージないんですけど、なんかコクンは自分のこう持ってく電動ヒゲ剃りとかを入れるこう小さいポーチが欲しかったみたいで、これを買いました。次はこちらです。コクンもお菓子選んでる。そう、でもコクンはなんか女子力が高いお菓子なんですよ。これがナッツ&レーズンで、でこちらが燻製アーモンド&カシューナッツっていうね、なんかシャレオツなお菓子選んでる。私が選ぶあのチョコレートっていう感じじゃなくて、こうナッツを選ぶあたりが女子力高いなって思うんですけど、あのこれをねどうして選んだか聞いたら、富山で購入したナッツが忘れられないらしいです。本当にでも美味しかったんですよ。富山のクノップっていうところのナッツが美味しくて、これもね視聴者様から教えていただいた場所なんですけど、そこのナッツが美味しくて、コクンはもうすっごく気に入ったみたいで、そうであの味が忘れられなくてね、最近なんかナッツばっかり追い求めてるんですよね。コクンズセレクト最後です。またナッツ、キャラメルチョコがけピーカンナッツです。そう、このピーカンナッツ美味しいですよね。そう、私も大好き。安かったんですって。そう、お買い得商品のところに置いてあったんですって。そうなのでね、今回こちらをね選んだそうです。はい、これ美味しい。でもこれ美味しい。はい、ということで以上無印良品購入品でした。今回はなんかお菓子が多かった気がしますね。なんか食べ物が多かったな。そう、収納系も欲しいなと思ったんですけど、今日ちょっとね悩みながらやめてきちゃいました。そう、なんでやめちゃったかちょっと自分でもよく分かってないんですけど、ちょっとなんか時間がなくてこう欲しいものだけはババって買ってきちゃったので、またねゆっくりあの見に行けたらなと思うんですけど、まだね週末ありますもんね。土日とあるのでね、また欲しいなと思ったらこう駆け込みで行ってもいいなと思ってるんですけど、今日はこんな感じでした。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。でちなみにこれ黒バージョンもあるんですよ。黒に白い文字のものもあって、今回も白にしちゃった理由、日曜日と祝日はちょっとだけ色が濃いんですよ。黒もね白い文字がちょっと濃くなってるんだけど、それがちょっと分かりづらかった。黒は白の方が濃くなってるのが分かりやすかったので、はい、今回も私は白にしました。ちょっとこれ来年来てないからちょっとしまっときます。